エリアよ、ちょっと腕よく回してください。あれ、今度いつやったかな、あれ、JK ファンに出るのが。来月に出る。来月にね、まあ、型の基本というような形で、本に出ます、JK ファンの方にね。で、まあ、型をする上での基本的な動作が入ってます。まあ、普通、下段バレー構えてとかね、まあ、そこで基本、ついたり蹴ったり受けたりとかじゃなくて、まあ、閉塞からあの形で足首の位置とか、そしてつくタイミングとかですね、まあ、その特にあの方向転換をした時の足首の使い方、まあ、いつも言ってることですけども、まあ、それをね、本に出ますので、それをちょっと予習復習しながら、まあ、その辺を皆さん理解していただいて、また指導の一環にしてもらえばと思います。まあ、往々にしてあの基本というものが、あの今大体ちょっとだんだんおろそかになってきてる、まあ、簡単に言えば基本的な動きで練習を行う、その時にまああの時間が取られて、その種目っていうかね、種類がなかなかできない、まあ、そういうことも手伝ってですね、まあ、省略しながらでも大事な部分はどこですかっていうところでですね、まあ、この部分はしっかり、やらなきゃいけないだろうと、まあ、そういう部分で四方八方前後、そして足を踏み替えるっていうようなね、そういう形でちょっと行いますので、はい、じゃあそれでは、自然体から閉塞、はい、ね、それで、はい、1、はい、まあ、前屈の形ですね、しっかり右も左もこの足の内ももがこう筋肉がぐっと収縮するようにしてですね、前の膝が伸びないようにね、しっかり曲げすぎてはダメですけどね、まあ、親指の付け根から垂直に上がる、まあ、そういう形で、はい、2、はい、この時は必ず閉じてください。足首も膝も全てこう開く人がいます。まあ、ちょっと大逆な人はきついかな、まあ、それでもやはり締める足首を膝を、そういう筋肉を使って、はい、左足3、はい、この時の前足のこの角度が背側の線ですね、ここがちょっと開かないということね、内に締めることで親指を締める中に入れることで背側の線が自分に対します。これが目安ですね、はいはい、あまりね、入れすぎてもこう、まあ、柔らかい人もいるかわからんけども、まあ、基本的に背側の線がまっすぐということで理解していただいて、はい、3で、はい、閉塞ね、これ例えば、はい、ちょっと自然体になって、じゃあ後ろ足の角度ってどうですかって言ったら、はい、これ今自然体足首、まあ大体おおよそね開いてますよね。で、右足を前に出した時は左足はそのまま、これがこう、いちいちこう動かない。ね。もうこの開いた状態の形でしっかりグッと。これでいいんですよ。まあ、柔らかい人は中にこう入るかわからんけども、硬い人もこう開くかわからんけども、大体目安として、ね。後ろ足のこの角度。ね。ここが大事ですよねっていう。ね。角度的には何、どういう角度ですかって言ったら、自然体の角度で、で、後ろ足をピタッとつけてくださいっていう、まあ、そういう意識で、はい、ね、後ろ足の角度はそういう形、はい、今度は右足に3、はい、この時左足の足首が大事ですよね。
い、戻ったし、ね、今度左足を出すときは、右足はこの親指のこの指を中に入れる、内ももを締める、動きの動作で方向転換、はい、3、そう、その感じ、はい、4で戻す、ね、はい、今度は回転します、後ろに5、同じく、はい、6、同じく後ろに回転するときも、これはこう、ね、指先を動かすようにして、はい、6、はい、7という形ですよね。これがかかとを動かすと力は分散しちゃうから、ね、後ろにこう行かなきゃいけないのに、かかとを逃がすとこういうふうに分かれちゃうでしょ、力。そういうところの、じゃあかかとで回るんですかって、これまた別問題。方向に合わせて持っていく、方向に合わせて持っていくということですね。で、例えばこれ、じゃあ、自然体構えて、はい、着きました、はい、着いた、はい、この時はどうするんですか、宇宙系。この時よくこうする人がいる。これ例えば、まあ、かかとを中心にしてということよりも、どこで立ってるんですかっていう。立つ重心は土踏まずの、まあ、この辺りですよね。こう足の甲の中でもね、一致性っていうのは、つくと足だパン同時にピタッと決まる、まあ、このイメージを意識して、つくスタンス、引き手、引き手がピタッと一致する、まあ、こういうようにして技をかけるようにしてください。これが四方八方動くときも同じですよ。はい、構えて、はい、一でパッパッ、二、三、四。今度は、体の形からいって左行きましょう。はい、五、六。お尻から内ももの締め。はい、一。よし、はい、回転、後ろに回転、グー、ジュー、イチ、で、イー、足を下げて逆突き、サン、シー、オー、ロック、はい、両方足を交差して、イチ、で、フン、ああ、足だけ、グーで、ジューで、さっと戻ります。はい、やめ。今の工程でいくと、1、2、3、4、5、5種目やね。5種目ね。はい。5種目で10本つくような形かな。はい、そういうようなイメージ。10回。10回つくんですよね。はい、いきますよ。ついたら戻します。ついたら戻す。イエイ、三、四、五、六、一、二、六、パッと戻すというところです。はい。